わが町和歌山プラス。この番組は海外の方や海外から来て和歌山市にお住まいの方にお話をお伺いして、和歌山市の魅力を再発見して皆さんにお伝えしようという番組です。第5回の出演者はインドニューデリー出身のギリ・ガネーシュさんです。ギリさんは日本人の女性と結婚したことを機に11年前に来日、現在和歌山市内で住んでいて、インド式ヨガ教室を各地で開催し指導者としてご活躍されています。ニューデリーはインドを代表する世界都市の一つで、北部に位置し世界中の旅行者に愛されている街です。和歌山市もすごくいいところがたくさんあって、海、山、川があって自然が豊かで、私ニューデリー出身ですけど、ニューデリーは皆さんが和歌山の人はすごく大都会と言われますけど、でもニューデリーよりも映画館もあり、病院もあり、大きなショッピングモールもあり、すごく川も海も近くにあって、そこですごく大都会なバランスを持ちながら、まだちょっとでも走ったらすぐ山とかすぐ田んぼとかもあって、すごく緑が豊富な、みかん、柿なども豊富に見えてて、すごく温泉もあり、すごく和歌山市はいっぱいいいところありますね。一番好きな場所は伊田基礎駅周辺です。緑とか自然とかを触れる、味わえる、体験できる無人販売のところもありますね。伊田基礎がいいところですので、ぜひ見てほしい。和歌山電鉄岸川線は和歌山駅から紀の川市の岸駅までを結ぶ電車で、玉電車やおもちゃ電車、梅干し電車などキュートでユニークな電車で有名ですよね。終点の岸駅には猫の玉二世駅長ニタマがいることでも知られています。この日は秋晴れのすがすがしい朝となりました。ギリさんと乗ったおもちゃ電車はゆっくりと和歌山市内の田園地帯を通って目的地の伊田基礎駅に向かいました。伊田基礎駅に着きましたね、ギリさん。はい、ようこそ伊田基礎へ。ようこそお天気もよくってね。そう。それではまずおすすめの場所を教えてください。はい、伊田基礎に来たら一番日本の文化的なところを紹介したいのは伊田基礎神社でありますね。いかがですか？早速行ってみましょう。行きましょう。Let's go。 行きましょう。伊田基礎神社は駅から歩いて数分のところにあります。例えば船スクール、木の神様として親しまれているこの神社、境内は森に囲まれていて癒されます。こちらにお祭りされているイタケルの御事は日本書紀で日本中に樹木を植えて回ったと記されています。イタキソ神社が木の神様として広く知られるようになったのはこのためです。木材関係者の参拝はもちろん、木で船を作ることから漁業関係者の参拝も多いことで有名です。宮司の奥茂美さんに神社の歴史をお聞きしました。この近くに日前宮っていう日の熊国かがす神宮ってお宮があるんですけど、はい、あそこのところにうちのお宮さんがあったということが分かってるんです。あそこへ日の熊国かがす神宮があそこへ鎮座されるに及んで、はい、あの土地を譲ってこっちへ移ってきたとか、はい、いうことが分かってるんです。それはその日前宮さんの方の記録の中にあるもんですから、はい、で それがだいたい紀元前、紀元前から紀元前、ね、何十年かのところなんです。はい、そこですね。もう2000年以上ですね。2000年以上経ってる。ね、すごい素晴らしい。すごい歴史ですね。はい、それがこっち移ってきた時ですから。はい。それより前にいたわけですから。ってことになりますよね。はい。ですから、まあ、おそらく2000年、3000年という年月を経て今あるというふうに考えてい、ね、すごい長い歴史の、こんな長い歴史の建物が、神社が和歌山市内にあるのはすごいですね。ね、あるんですよ。はい、
板木曽神社といえばこの木の股くぐりです。言い伝えでこの穴をくぐると難を逃れることができるということです。初めてですね。行ってきます。行ってらっしゃい。中に入って中で立ってみてください。じいさん立てますか？立てれ、あ、そういうの立て。中に立つとね、ここに窓がある。あ、見えますか？はい、窓ありますね。あ、本当ですね。じいさんの顔が見える。じいさん。おーい。じいさんが見えます。すごい。どんな感じですか？あ、すごく中でね、うん、自然の木の音が聞こえる。はい、この空気の音が聞こえます。空気の音。はい、なるほど。最後にお参りの心がけをお聞きしました。この時にね、ここに自分がこうやって生かされているということに対する、はい、まあ御礼であったり感謝であったりというような気持ちを、はい、気持ちの中でこう思いながら手を合わせていただくということでいいんじゃないかな。そうですね。和歌山市でもすごい素敵な場所がたくさんあってね、 その一つのこの場所もぜひね、皆さんに来ていただきたいですね。今日貴重な時間と教えありがとうございました。ありがとうございました。よくお参りいただきまして。今回ぜひともギリさんが皆さんに紹介したいところがあるそうです。無人販売ありますね。はい、無人販売ここにどうぞ。まあ、よく見かける風景というか無人販売ですよね。そうですよね。でもなかなかね、みんな買う人は少ないけど、でも知ってる人はね、結構それを分かってて、うん、100円玉もたくさん準備してて、結構出かけるときは100円玉いっぱい準備しますね。そうですよね。だから結構こうお安く手に入るってことですもんね。新鮮な仕掛け、うん、この四角もあまり見たことないですね。見たことない、ね、でこんな立派なパプリカも置いてますね。パプリカとかですよね。これでもだから1袋100円ですから、でこれをスーパーで買ったらこれ1個だけでも200円ぐらいします、うん、ね。お野菜高くなったりとかしてますしね、はい。ま、でもこの風景が珍しいってことですよね。インドだったらね、うん、多分まずないか。でこれ和歌山市にあるというのは、うん、それは人たちを信頼してる。で物も置いてる。お金の金庫箱も置いてる、うん、多分これインドだったら物もなくなって金庫箱もなくなってるかもしれませんので。なるほど。で200円入れたので四角の豆と、うん、これパプリカを買いますが、なるほど。どっちが買いますか？え、私ですか？今日私のおごりです。あ、本当ですか？私四角豆って食べたことなくて、さっきねギリさんがよくお料理するって、はい、これぜひ勧め。じゃあ私これ簡単にこれ日本的に食べたければ、うん、軽くだけ茹でて、うん、でポン酢だけでもちょっとシャキシャキして食べれる。でこの身は捨てるところ何もない。そうなんや。すごくその人の信頼が、物も金庫箱も置いてるから、自分で選んで自分でお金入れてよという信頼がすごく伝わるから、買ってて私はこの人のためには役に立ってるような気持ちになるから、そうすると人が見えてないけど人がつながってるような気がするので、すごくこの文化習慣を外国の方にもいっぱい紹介したいんですね。和歌山市ならではのね、はい、無人販売ということでね。そう、皆さんがね、避難に行ったらあると思うけど、うん、和歌山市でもね、この周辺に歩いたらね、うん、いっぱいそういうところがあるからね。なるほど。はい、100円。いや、なんかじゃあ、キリさんが、はい、今日は買ってくれるということで。はい。はい、いかがですか？はい。お買い上げですね。はい、ありがとうございます。はい。ありがとうございます。買いました。買いました、無人販売で。ありがとうございます、キリさん。ありがとうございます。日本人の心の豊かさを改めてギリさんに教えていただいた気がしました。さらにギリさんおすすめの自然体験ができる場所にやってきました。みかん狩りです。みかんは、はい、こう片手で取る。はい、すごい、あれ？すごい。これこういう風に、あれ？一個だけの手でやってますね。こういう風に。はあ。そんな風に取るんや。うん。これが普通。こういう風に取るのはこれ間違いない。間違いというよりも、はい、なんでこう片手で取るかったら、うん、やっぱりこう両手で取ったらどうしてもこう、はい、みかんを引っ張るな。はい。ああ、そうですね。引っ張ったらこうして取ったら、はい、ここが傷んでくるんです。はい、そうなんや。
時間とともに、はいはい、だからこういうふうに枝を持って、はい、こっちの手の挟み、こういうふうに持って、はいはい、こういうふうに、はいはい、やってみていいですか、ね、どうぞ、これをやってみましょう、うん、はい、それを慣れたら一人前なんです。 OK、 一回やりますね。どこからしましょうかね。どうしましょう。いつこら行きます、はいはい、ここ、はい、ここ、これ行きますね。今、うんうん、はい、B さん、初めてですか。上手そういう感じ。どうですか、はい、めっちゃ上手ちゃう、うん、次一回、あの、こっちの手で、前からこの枝を自分の取りやすいように、こう、何畳か、うん、もう、はい、うん、そう、それでそんな感じで、はい、え、キューさんめっちゃ上手。次どうぞ、一回やってみて。私も初めて、うん、どこら辺がいい。どこでも、どこでも、はい、うん、このみかんでも、うん、見て、これ、これやろ、うん、それは普通の取り方。普通の取り方。みかんを一袖だけでやる。こういうこと。そう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 。うん、おお、綺麗に取れ、できた。あ、いけた、うん、初めて、はい、ギリさんと同じぐらい上手。上手上手。はい、せーの。ですか、一緒に向きますか、はい、一緒に。一緒に。うん、こう後ろから向いてね。はい、後ろから向いて。パカッとやって。パカッとやった。うん、パカッとやって。和歌山、和歌山の人。和歌山市の食べ方ありますか、なんか。どうやって食べたら美味しいんやろ。パカッとやって、そのまま2つか3つぐらい。2つか3つ。1個丸ごと。うん。どう、丸ごと食べてください。うん、あ、すごい美味しい、うん、甘い甘い甘いですね。若干の、うん、そう、酸っぱみがあってすごく、うん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 、甘みがあり、柔らかい、酸っぱみとな、そうそう、甘みのバランスがすごく美味しい、うん、甘くて美味しいみかんを味わった後、ギリさんに今日の一日を振り返ってもらいました。ギリさん、今日はたくさんいろんな場所にね行きましたけれども、いかがでしたか。すごく楽しかったです、ね、はい、和歌山の中でこんな自然と、うん、いい歴史的の神社と、うん、それからこの体験もできて、すごく楽しかったです。楽しかったですね、はい、今日一日和歌山市たくさんの魅力を再発見できましたね。そうですね、再発見できました、はい、同じこの魅力を海外にもどんどん発信していきたいんですね。そうですね、じゃあもう海外の方にも和歌山市にたくさん遊びに来てもらいたいですね。そうですね、はい、Welcome to 和歌山、待ってます。我が町和歌山プラス第5回の今日は、インドニューデリーから来たギリガネーシュさんに和歌山市の魅力を再発見してもらいました。買い物どうぞ。ぜひお越しください。いかがでしたか。ギリさんを番組サポーターに認定します。番組公式 Facebook でも番組サポーターとともに様々な和歌山市の魅力を発信しています。キャッスルシティ和歌山プラスで検索してください。また YouTube 和歌山市公式チャンネルにも番組をさまざまな言語で翻訳した映像を配信していますので、ぜひご覧ください。今後の番組もお楽しみに。